ホストの前座だよ。あ、みんなで旅行行った時のやつだ。翔ちゃん幼い。幼いね。翔ちゃんと僕の何年前だろう。23年前。だオープン前。翔ちゃん若い。テカシです。カリコ姫です。カスケです。今日なんですけど、今日はなんと22年分のイベントの写真を持ってきました。なので無造作にこれを撮ってお話ししましょう。やばくないこの量。22年分ですからね。22年分ですからね。やだ恥ずかしい。22年前だよ。22年前の見た。あ、これだとオープニングとかだろ。オープニング。オープニング。やだ。24歳、高橋バースデー。24歳。もちろんお客さんのね顔を隠しますけど、はい、24歳。いやーやめてやめてやめて。22年前これ。22年前ですよね。やー、こんな顔してます。ちょっとやだこれ。何この生意気な顔。ちょっとでもまあピース変わってない。え、ピース変わってない。やだ変わってない。これこれやだ。何これ。次はこれ。何これ。これ私可愛いの。これやばい。これやばい。カリコ姫もね、可愛い時あったのよ。カリコ姫、これ何回目の女装？これまだね、初期の初期。うん、やばくない。この顔スタイルバズるでしょ。でもスタイルやばいよこれ。ちょっと森高知さんとミニスカニーなんで。やだやめて。やだこれは。やだ、すごくないこれ。すごい。やっぱ昔クオリティがね、ね、クオリティが低いよね。時代を感じる。時代を感じるよね。今行くよ来るよみたいなね。うわうわ、やばい。これ着物。着物。でも昔からやっぱ着物似合うんですね。やっぱ威圧感がすごい。やだこっちの方が気になる。こっちの方が何何と思ったの。やだちょっと。本当面白い。潜在写真。これ何のために撮ったんだろう。ホストの潜在。ちょっと企画にしたのはいいけど、なんか気持ち悪すぎてちょっと無理かも。こう見るとママ今の方が若いよ。若い。あ、そう。若い。今の方が若い。あ、そう。若い。これ私は覚えてますもん。これね、実物皆さんに見て欲しかったな。これカリコ姫黒。カリコ姫コーンよ。コーン。コーン。そうそうそう。ね、私は真ん中のゴールドだよ。真ん中のゴールドの土地狂ったどっかから来たなんか火星人みたいな。やだこれ。小林幸子もびっくり。やだこれすごい。すごい豪華。男っぽいのが多いね昔は。やっぱあれ何。いやーこれ一番これ。まだカリコ姫がまだ入る前です。全然もうほんと笑わないでよ。ちょっとやだこれ。2周年。ミラクルボンバー2周年パーティー。これ本当に大丈夫。20年前よ。これ20年前でしょ。何この前髪のパッツンとか。何から。マジで20年前。やばい。このいちご姫オグネがやってくれたんですけど、ヘアメイクの南口ラルタのイベントでこの格好して僕出たんですよ、イベントに。オグネのトークイベントにいちご姫でわけわかんないおかまが来ましたみたいなので、川田コードをアイドルの CD 発表会みたいなのに連れて行かれて、これを見に来た方はぜひね、久々にねミラクルボンバー寄ってくださいよ。あ、やだ若い。ママ若い。もうなんなの。やだこれは。あ、気持ち悪いんだけど。で、今思うとさ、見たことない。今思うとさ、昔のさ格好でちょっと恥ずかしいよね。まあまあまあ、時代がね。正直なのと高橋さんじゃない。何だ。あの
何十年前の2人だろ。何これ何それ。あ、みんなで旅行行った時のやつだ。翔ちゃん幼い。幼いね。翔ちゃんと僕の何年前だろう。23年前。だオープン前。翔ちゃん若い。若い。若い。やばい。すごいね。すごい。これはちょっとなんかおしゃれじゃない。私この女装何年前かな、わかんないけど。あ、カリーナバースデー2008年。14年前。ゴージャス、アキナちゃん見た。本当？ワンドラママじゃん。ママ。あ、カリーナこれはいいじゃん。可愛いのあった。これかっこいいじゃん。そう、これもね、頭も作ってもらって覚えてる。これいいじゃん、なんかね。いい。女装って違うよね。全然違うね。時代が違うよね。めちゃくちゃブス。すごいね。すごい。よくお客さん来たね。ね。ね。どういうセンスでこういう女装をするんだろうね。やばいじゃん。やばい。やばいね。なんか昔はさ、なんか派手だからいいっていうさ、うん、コンセプトがさ、はいはい、最近はさ、みんな真面目に女装するじゃん、綺麗に。あ、綺麗に。綺麗綺麗綺麗。今年はね、僕もちょっと女装をね、しようと思ってね。あ、11月に女装するので。これ、カリーナあったよ、このブサイクのやつ。なんだ、私のさ。やばいよ、これ。カリーナ、ブス。すごいね。プロやばい。見て、皆さん、これ。見てください。これがカリーナの女装でーす。ね、ちゃんとイチゴちゃんも乗せてくださいよ。イチゴちゃん乗せたわよ。昔太ってたね、僕ね、ちょっとね。痩せたり太ったり、痩せたり太ったりだよね。これゲータカちゃん。やだやだなんだもう。あんたやめだーというわけでね、昔のね、女装をね、振り返るっていう企画でした。ね、今コロナ中なんですけれども、皆さんね、体調には気をつけてね、頑張って乗り越えていきましょう。乗り越えましょう。あとはあの SNS 情報は概要欄の方に貼っとくので、ぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。お願いします。ミラクルボンバーゲイタカチャンネルでした。イエーイ。イエーイ。ダサー地獄姫